今回は DMRP9、頂点編第1弾、心臓音ガチ単調ガチャレンジと俺がオーラのコーレアカードを紹介していくぞ。発売日は2019年3月30日です。それじゃやっていくぞ。再録枠ですな。プレデンが2枚もあるってマジ？ボルサファかっこいいねー。GR 初登場ですな。進化を出すならばがある程度に詰まってから出したいところだね。でも GR は運要素強いからな。選んで出せたらやばかった。セイバーを付与するハードルが高いように見えるのだが、これも終盤で出したい性能ですな。頂点フィーバーの発動を狙う必要はそこまでないのかな。コーレアオーラだな。オーラってのは GR 召喚したやつにつけるか、元からいた GR につけることで場に出せるのだ。こいつの効果はそれなりに強力ですな。こいつを活かすのはきつい気がするぞ。同盟 GR は基本的に2枚までしか入れられないからね。何が出るかもランダムだし。全部 GR を展開できるならこいつじゃなくてもいいのだ。結構手間がかかるクリーチャーですな。とりあえずシールドが増えることをメリットに変えていけるカードでサポートは必須だな。軽減で6コスくらいになってくれると嬉しいのかな。ブロッカーを横並びさせるカードか。全ブロッカーだな。とりあえず何かしらで使えそうなカードではある。その何かしらをちゃんと考えることが大切だと思うのだがね。俺には無理。一見強そうに見えるけど意外と速攻では使いづらいな。手札に戻す効果がいつの日か化けそうではある。こいつ自身のコストが軽いところはいいね。猿みたいなオーラだな。効果は悪くないけど出たターンにほぼ何もできないのは苦しいか。呪文だけではなくオーラも踏み倒せるのは結構希少かな。これはどうなんでしょうな。低コストの割にパワーとブレイク数は破格だけど、ループで自分クリーチャーが破壊された時のワンドローが生きるかもって印象。オーラって一体に何枚でもつけられるんだね。個人的には少しもったいない気がする。こいつはある程度重ねることを前提に作られてるけどね。破壊されたらオーラ蘇生するのいいね。これかなり高騰したやつだよな。 GR って封入率が若干低いのも高騰に拍車をかけた要因だとか。効果はシンプルなのにねー。1枚4桁いくと辛いね。こいつ最初からいたんだな。この頃はそこまで暴れてないでしょ。多分 GR 自体のスペックもおかしなことになっていったしな。デュエマは魔境やでー。これはいまいちな気がするのだがね。序盤ならそれなりに活躍できるかもしれないけど終盤だとね。あと攻撃が通らないと除去効果が発動しないところもきつい。これもジョラゴンあるか？わからんね。ひとまず展開と除去を1枚でできるところは結構優秀だな。 GR のめくり次第ではフィニッシュまでいけるのかな。まだ1万2000以上のサポート出るんだな。効果は全て噛み合っているね。踏み倒しに文明制限がないから初見殺しギミックとか作りたいね。これネイチャーから出してループするやつだよな。やはり GR 召喚は悪しき召喚法だった。ループしなくてもシールド増やすカードと使えば普通に強いよね。これも悪いことできそうな予感。天文で2体一気に出せたら楽しそう。メタリカ持ってるからメタリカのサポートを受けれたらかなり使いやすくなるんじゃないかな。これもかなり環境で暴れてたと聞いたぞ。どんなデッキかは知らん。パッと見呪文面で落としたカードをクリーチャー面の効果で使うって感じだな。環境ではもっとエグい使い方されたんだろうな。これは今でもそれなりに使えるかな。マナドライブ使える状態なら3コス以上のスペックを持ってる GR 多いからな。それにドローがつくと思えば良きかな。いろいろ使い道はありそうですな。最近は低コスト帯でも強いカード多いからね。下の呪文だけでも十分に活躍できそうではある。これかなりいやらしいカードだよな。タップインは相手からしたらイライラですぜ。うっかりしてるとブレイク数が増えるかもしれないぞ。マジでいやらしいカードだな。バイクだ。クリーチャー面は少し重いですな。多分クリーチャー面より呪文面の方が使われてそう。呪文面は相手のデッキによってはかなり刺さりそうな効果だね。これはどうなんでしょうね。出た時と殴る時で効果発動するのは偉いけど、 GR ってそこまで殴る必要はないと思うんだよな。殴りに特化したやつもいるけどね。クリーチャー面はアタッカーと小型を止める効果か。呪文面もメタクリーチャーの除去としてはいい性能じゃないか。あとはパワー高いからその辺のシナジーを活かしてなんとか。顔が腹立つ。それなりに GR 並べるデッキにはいいのかもしれないね。オーラで出せばトリプルまでいけるかな。それではこの辺でドロン。